こんにちは、トレーナーのコウジです。今日はスポーツ競技者であれば必ず知っておいてほしいパワーポジションというトレーニングをお伝えしていきたいと思います。トレーニングなんですけれども、まずは姿勢作りから始まります。で、このパワーポジションが取れるか取れないかによってその人の体の使い方が全く変わってきますので、これは競技者であれば必ず知っておいてほしいことだと思います。で、まずは怪我がしにくい、そして、スタートダッシュの一歩目が、速くなるという利点があります。競技によってはこうぶつかるような当たりでもパワーポジションを取れてる人と取れてない人がぶつかったら、必ずと言っていいほど、パワーポジションを取れてる方の方が、勝ちます。今日はですね、このポジションの基礎をまず1つ作って、その後にですね、パワーポジショントレーニング、2つ、伝えていきたいと思いますので、ぜひやってみてください。では早速始めていきたいと思います。早速パワーポジションという姿勢を作っていきたいと思います。まずはパワーポジションというのは、腰を落として肩と膝とつま先が横から見た時に一直線になるような位置に持っていってください。その時にここですね、股関節の付け根から お尻を落としていく。そして体の斜めのラインと、すねの斜めのラインがだいたい平行になるぐらいの位置が、一番良いです。そして頭、背中、腰が一直線になるようにポジションを作ってみてください。このような形です。肩幅に足を開いてこのような形になります。間違った例として背中が丸くなったり、お尻が後ろに出て腰が反りすぎたりしていると良くないです。逆に膝が前に出すぎたりとか、膝があまり曲がらず腰だけで曲がっているというのも良くないです。前から見た時も膝が内に入ったりガニ股になっていると良くありません。もう一度良いポジションだけ復習しておきます。肩幅に足を開いて股関節からお尻を落とし、背中がまっすぐ、肩、膝、つま先が一直線上にあることがポイントとなります。この位置でまずは10秒間ピタッと止まれるように練習してみてください。次にパワーポジションを使ったトレーニングを2つ紹介していきたいと思います。1つ目はパワーポジションを取った上で少し姿勢を変えて静止すること。そして2つ目はパワーポジションを取った上で動きをつけること。この2つの段階を追うことによってしっかりとパワーポジションが身につきますし、競技や動きに直結した、動きの練習になりますので、ぜひ行ってみてください。ではまず1つ目から、パワーポジションの姿勢から体を動かしてまず静止をしてみます。まずはパワーポジションの位置を取ります。肩幅に足を開いて腰を落とします。この位置から片足に体重をかけていきます。片足に体重が乗ったらもう一方の足を後ろに引きます。ここでキープします。この時横から見るとパワーポジションを取って横に骨盤をスライドさせ、もう片方の足を引いていきます。この時に体重の乗っている足がですね、外に広がったり体が傾いたりとか、そういったブレがないようにしていきます。パワーポジションを取ったら片方に体重を乗せていき、その姿勢のままもう片方の足を後ろに伸ばしていきます。これはお尻にものすごく負荷のかかるトレーニングです。初めてやる場合はかなりきついと思いますが、5秒から10秒間ほどキープできるように練習してみてください。正面から見ると骨盤を横に移動し、体重が乗ったら反対の足を後ろに引きます。このままキープです。では2つ目パワーポジションの位置から姿勢を変えて動きます。先ほど1つ目に行った静止のトレーニングから足を動かします。ここから足のみを動かします。足を動かすときに体が上下に動いたり横に体がぶれたりしないように足の付け根から先だけを動かします。ではこのパワーポジショントレーニングを、おさらいしていきたいと思います。一
1つ目はパワーポジションの姿勢で10秒間キープ、そして2つ目はパワーポジションから足の位置を変えてキープ、これを10秒間、最後にパワーポジションの位置から足を動かして、動作を加えた状態で10秒間、こちらをやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。まずはパワーポジションの位置で10秒間キープです。肩幅に開いてお尻を落とします。10秒間キープです。今度は片方に体重を乗せていって片足を後ろに伸ばしていきます。この状態でキープです。頭からかかとまで一直線の状態でキープしてください。では最後に後ろに伸ばした足を10秒間動かします。下半身、支えている下半身や上半身はなるべくぶれないように気をつけてください。このような動きを左右繰り返しやってもらうとものすごくお尻に効きますし、いわゆる体幹部の安定性も一緒に使うことができますので、ぜひやってみてください。このパワーポジショントレーニングは、姿勢をとっているだけでもトレーニングになりますし、そこから動きを加えていくとさらに刺激の入るトレーニングとなります。この動きは競技をやっている方、スポーツをやっている方、もちろん一般の方にも必ず覚えてほしい動きではありますので、ぜひやってみてください。はい、今日は以上になります。